はい、大変お待たせいたしました。それではこれからですね、スティングレイ4ゲームイントロダクションセミナーを開始させていただきます。今日はですね、大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私ですね、オートデスクで、マヤとかですね、マックス、そして、スティングレイのですね、マーケティングを担当しております一ノ瀬と申します。今日はよろしくお願いします。スティングレイなんですけれど、8月のですね、上旬の GDC ヨーロッパでですね、発表させていただいて、日本ではですね、セデック、8月末に行われたセデックで正式デビューいたしました。もう全世界的にですね、結構大きな反響をいただいておりまして、我々もですね、ちょっと驚いているところなんですけれど、今日はですね、改めましてですね、このスティングレイをご紹介するイベントですね、となっております。昨日なんですが、同じようにですね、スティングレイのですね、フォーデザインと称しましてイベントを実施いたしました。こちらはですね、やはりスティングレイ、いろんな業界で使っていただきたいということもございまして、今日はですね、ゲームエンターテインメント系のお話をさせていただきます。で、昨日はですね、その建築とか製造とかデザイン業界向けのスティングレイの用途についてですね、プレゼンテーションさせていただきました。今日はですね、エンターテインメントのゲームの業界の皆様向けのスティングレイについてですね、お話をさせていただきたいと思います。今日はですね、もう非常にシンプルな内容です。この後ですね、スティングレイじっくりご覧いただきます。そして最後にですね、奥の方にですね、タッチスティングレイと体験コーナーを設けておりますので、詳細なですね、 Q&A はあちらで受けたまわりたいと思います。で、セッションの時間がもし余りましたら、全体の Q&A をそこで行いたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今回ですね、体験コーナーにはですね、日本 HP 株式会社様のですね、ワークステーションをお借りしております。この場を借りて御礼申し上げます。はい、ではですね、結構時間もですね、意外とないというか、スティングレイの情報が非常にいっぱいございますので、先に進めたいと思います。ではですね、スティングレイの概要紹介、最新情報アップデートと称しましてですね、我々のオートデスクメディア&エンターテインメントと梅沢とですね、長谷川がちょこっとという感じですね。ではお話しさせていただきます。それではよろしくお願いします。本日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。私、梅沢と申します。今日スティングレイの方を紹介させていただきます。で、途中でですね、マヤのエンジニアの長谷川の方に代わって、マヤとの、もうちょっと詳しい連携の部分も今日はご紹介していきたいと思います。アジェンダなんですが、まあ、こんな形で基本的には、セデックでご紹介した内容をベースにして、デモの中で 1.1 の新機能なども紹介しつつ、最後に 1.1 の新機能自体をリストに表示してあるものがあるので、それをちょっとご紹介して、で、最後にセールス情報であったり、よくある質問のようなものを、追加する予定です。ちなみに今日来た方でセデックのセッションってご覧になった方ってどのくらいいらっしゃいますか？あ、はい、ありがとうございます。ということは皆さんほとんどあまり見ていらっしゃらないようなので、はい、あまりはしょらないように気をつけます。では早速なんですけれども、スティングレイについて成り立ちの点から、ご紹介していきたいと思います。スティングレイなんですけれども、もともとビットスクイットという会社がスウェーデンにありまして、ファットシャークという会社がスウェーデンにありまして、そこで作られたゲームエンジンがビットスクイットという名前でした。で、トビアスとニクラウスという2人の、まあ、いわゆる超天才プログラマーが作ったゲームエンジンなんですけれども、いつから作られていたかというと2009年からです。なので生まれてから今年で6年目ですね。他のエンジンに関して言うともう10年以上のものが多い中で、スティングレイは2009年という形になってます。で、実際にゲーム会社ファットシャークというゲーム会社で作っていたエンジンということになるので、実製作で使われていた、非常に強力なエンジンということが言えると思います。
ただですね、この2人なんですけれども、ファットシャークの会社の中ではいたんですけど、自分たちはエンジンの方の製作に注力したいということで、ビットスクイットという会社とエンジンを立ち上げた形になってます。でじゃあ実際にビットスクイットを使ったタイトルなんですけれども、どういうゲームがあるのかというと、こういったタイトルになります。今日本国内でリリースされているものだと、一番下のガントレットというものなんですけど、それ以外ですと、つい最近 Steam でリリースされたこのワンハマーエンドオブタイムズバーミンタイドっていうやつなんですけれども、ちょっとこちらムービーがあるのでご紹介したいと思います。今スティングレイの中で利用することができる、さまざまな機能をすべて駆使して作ったゲームになっています。なので皆さんが今お使いいただけるスティングレイのバージョン、まあそれよりもちょっと古いバージョンをずっと使ってはいたんですけれども、こんな形でマルチプレイヤーでオンラインで対戦ができるようなゲームというものが作られています。でセールスの方も非常にリリースしてから好調のようでして、日本国内でもこのゲームの記事をブログに上げている方ですとか、プレイムービーなどをニコ動とかで上がってたりするようです。はい、あんまり長くなるとあれなのでこの辺にしておきます。興味のある方はこちらのタイトルで検索していただいてご覧いただければと思います。はい、で続いてなんですけども、じゃあスティングレイ一体どういう製品なのかということで、ここから概要の部分についてご紹介していきます。でオートデスクなんですけれども、スティングレイを開発するにあたって3つの基本方針に基づいて設計デザインの方を行っています。まず1番目が軽量であるという点なんですけども、スティングレイなんですけれども、先ほど2009年から作られたということもあって比較的新しいエンジンになってます。でいわゆるその時点での最新のテクノロジーだったり、というものを使って作られているんですけれども、で続いてパワフルという部分なんですけど、まあ強力なエンジンという部分なんですけど、グラフィックスの技術が非常にパワフルというだけでなくて、さまざまな機能自体、ゲームの開発で使うことができる機能について非常に強力なものが提供されています。で最後にインテグレーションなんですけど、スティングレイなんですけども、やはりオートデスクが提供するゲームエンジンということで DCC ツールとのやり取りの部分であったり、あとはミドルウェアとの連携の部分というものが非常にうまく行われているようになってます。でそういったものをこれからどん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 良くしていくという、この3点というのがスティングレイの基本方針になっています。でオートデスクはですね、今までマヤマックス、マイルティ、ソフトマージ、いろいろとモーションビルドあったんですけれども、アートの DCC ツールを提供する会社だったんですが、スティングレイというゲームエンジンを提供することによって初めて、3D のゲームを制作するための一番いいエコシステムというものを提供する、ゲームエンジンの提供する第一歩を踏み出したのがこの製品になっています。で、スティングレイなんですけれども、今までオートデスクの製品としてはプログラマーだったりアーティストだったりゲームのデザイナーさんがいる中で、こんな形で右側のアーティストの向けのツールだけをオートデスクは提供してたんですけども、スティングレイを提供することでプログラマーだったりゲームデザイナーだったりする方々の機能というものも提供する形で、全てゲームのパイプラインの中で全ての機能を提供していくという形になりました。じゃあですね、ここからなんですけれども、実際にゲームの開発の中において、制作のフローがあると思うんですけれども、
その中においてスティングレイがどういった機能を提供していくのかという部分について見ていきたいと思います。まず4つカテゴリーがあると思います。デジタルコンテンツ、ゲーム開発ツール、ビジュアルの部分、まあ、レンダリングですよね。あとはデプロイメント、最終的にゲームをテストしたりという部分なんですけども、こんな感じですね。で、じゃあやっぱりゲームのデータを作る上で一番最初になる部分というのはデジタルコンテンツの開発になるので、その部分についてご紹介していきたいと思います。DCC ツールと連携というのはやっぱりゲームエンジンの使ってゲームを開発する中でどうしても必要な部分になると思います。中間ファイルフォーマットだったりエクスポーダーだったり、何らかのやり取りの便利さ、そういった機能を皆さんどの会社さんでもやられていると思うんですけれども、オートデスクの方では FBX を使っていろいろとやっているので、この部分ちょっと見ていきたいと思います。オートデスクが提供しているいわゆる連携なんですけれども、まずはカメラのビューのライブリンク、あとはゲームエクスポーターと呼ばれている FBX のエクスポートプラグインとはちょっと違うゲームのデータのエクスポートに特化したプラグインが2015か4ぐらいからついていると思います。それが2016になってより良いものになっています。あとは基本的にすべてオートデスクは DCC ツールでもワンクリックのワークフローというものを提供していて、マヤとマックスの間、マックスとマヤとモーションビルダーの間でワンクリックのワークフローというものが FBX を介して行えるようになっていると思うんですけれども、スティングレイとも同様にボタン一つでデータのやり取りというのが行えるようになっています。そして次が一番大きいんですけれども、シェーダー FX、マヤマックスの中でリアルタイムシェーダー用のシェーダー FX のノードが提供されているんですが、その中に2016の製品の中から2016の製品以降なんですけれども、スティングレイ PBS と呼ばれているシェーダープリセットが提供されています。で、それをお使いいただくと DCC ツール側とゲームエンジン側と同じシェーダーのノードがそのまま使えるようになっています。で、これを行うとゲームエンジン側で今までいちいちマテリアルの設定、テクチャーの設定を行っていたものをやらなくても同じものが使えるということで、マテリアルの設定が DCC 側とエンジン側で2度やらなければいけなかったのが1回で済むという非常に大きい時間の短縮につながると思います。あと最後なんですけれども、トーンマップを使って見た目の調整というところで、マヤだけなんですけれども、マヤのビューポートの中にビュートランスフォーム、ビュー変換というのがあって、ガンマの設定とかをいろいろ変更できるところがあります。で、そこでスティングレイのカラーの見た目とマヤの中身を合わすことができるようになっています。で、先ほどからちょっとバージョンの方はいくつか言ってたんですけれども、 DCC のライブリンクを使うためには2016以降の製品が必要になります。で、マヤであればエクステンションはいらないんですけれども、 MAX と MayaLT に関してはエクステンション1が必要になります。これがないといくつかのライブリンクの機能がうまく動かなくなっていますので、まだ古いバージョンを使っている方、サブスクリプションに入っていない方は、そうですね、エクステンションなんですけれどもサブスクリプションに入っていないとダウンロードできません。なのでぜひサブスクリプションに入られて新しいバージョンの方にもアップグレードしていただければと思います。で、続いてゲーム開発ツールということで、じゃあスティングレイの中にはどういったゲームの開発ツールが提供されているかという部分で、ユーザーインターフェースとアーキテクチャの部分についてちょっとご紹介したいと思います。スティングレイなんですけれども、ユーザーインターフェースのフレームワーク自体は QT です。マヤと同じですね。ただ実際の描画の部分、ウィンドウの枠じゃなくてその中に書かれているものに関しては HTML5 で構築されています。なのでまだカスタマイズの方法などは提供されていないんですけれども、将来的に皆さんの方でエディターの中身のカスタマイズをしたいと思った時にHTML5 の方を編集するような機能が提供されれば簡単に行えるということがご想像いただけるんじゃないかなと思います。あとはですね、もう一つ、再コンパイルなしにゲームの大幅な変更が可能とあるんですけど、データを変えるタートっていうのは必ずゲームっていうのはコンパイルするなりすることが必要だと思うんですけれども、最近の新しいエンジンだとデータドリブン型のものも増えてはいると思うんですけれども、
エディターの中で何かを変更したときに、その変更がすぐにビューポートの中で確認できるようになっています。でこれは後でご紹介するスティングレイが採用しているファイル構造 JSON ファイルを使っているというにもつながってくるんですけれども、まあ、早い話が変えたらすぐに確認できますよというのが非常に大きいポイントです。あとはプロジェクトの規模であったりカスタマイズに関してもそういソースコード版を使ったりもしくは、プロジェクトが大きいものであっても簡単なモバイル用の小さいものであってもスティングレイの方で柔軟に対応できるようになっています。で続いてやっぱりゲームというとオートデスクの DCC ツールを使って作った場合にはキャラクターの管理だったりあとは簡単なカメラのアニメーションだったりっていうのも作れないと困るわけなんですけれどもそういったものもアニメーションコントローラーだったりストーリーシネマチックツールということで提供しています。あとで、この部分アニメーションコントローラーの部分に関しては長谷川の方からデモでご紹介します。で、DCC ツール側で全部アニメーションを作らなければいけないのかカメラの動きとかもやらなければいけないのかというとそうではなくて、ゲームデザイナーの方がカメラを配置して自分でカメラの画角だったり位置動きを決めてそれを簡単なキーフレームベースのアニメーションで作成することができるようなツールも提供されています。でじゃあ実際にそのゲームのロジックだったりっていうのを作っていくときにはどうしたらいいのかっていう部分なんですけれどもスティングレイでは複数の方法が提供されています。まず一つ目が、フローと呼ばれているビジュアルのノードベースのコーディングシステムと呼ばれているもので画面のスクリーンショットの裏側になんかこうノードベースの UI が出ていると思うんですけれどもこんな形でアンリアルのブループリントだったりソフトマージのアイスだったり MAX のクリエーショングラフだったりあとはシェーダーもよくノードベースでつなげたりするものがあると思うんで皆さん、馴染みが深いと思うんですけれどもそういった形でゲームのロジックを作っていくこともできます。あとは全て Lua で書くということもできます。ゲームのエンジンのコードは C++ で書いてあります。ただ、ゲームのロジックの部分に関しては Lua で行っている。先ほどご紹介した、ワーハマーゲームのビデオがあったと思うんですけれどもファットシャークなどでも基本的にゲームのロジックの部分の開発は全て Lua で行って処理速度の方も全く問題ないというふうな形でやっているそうです。で最後になんですけれどもやっぱりゲームのエンジンのカスタマイズをしたいっていうお客様のために C++ のソースコードというものも別売りで提供しています。こちらは、直接のオートデスクからの直販のみになりますので、皆さんのお手元にあるカタログの価格とはちょっと違うものになっております。で最後になんですけれどもミドルウェアの部分ゲーム開発ツールの最後の部分でミドルウェアやっぱりゲームを開発するにあたってさまざまなミドルウェアというのはどのゲームのタイトルでも採用することが多いと思います。でスティングレイの中なんですけれども実績のあるミドルウェアというものがすでに最初から統合されています。例えば、フルボディの IK のシステムであるヒューマン IK モーションビルダーで使われているものをテクノロジーをランタイム用に最適化したものですね。でマイヤーだったりモーションビルダーでキャラクタライズしたキャラクターをスティングレイの中で使えます。あとはナビゲーションと呼ばれている、AI ですねいわゆる経路探索目的地を設定してそこまでの行き方をパスを見つけてくれたりですとかそれに必要なナビメッシュの生成というのもここでできます。あとはスケールフォームスタジオと呼ばれているユーザーインターフェースのツールで NVIDIA のフィジックス WISE とあるんですけどもそれぞれちょっとスライド簡単にあるのでビデオでまず一つ目をご覧ください。こちらがヒューマン IK のシステムなんですけどもオフセットだったり、フロアコンタクトの部分だったりリターゲッティングもできますしあと目的に向けてキャラクターの体を向ける一番右端のルックアットってやつですね。キャラクターが動くとその部分に合わせて向きを向いたりとかっていうことをできるようになってたりします。でヒューマン系ということでじゃあ人間の部分にしか対応してないのかというとそうではなくてこんな形で四足歩行の動物に関しても、同様に
セットアップができるようになっています。ただ4足歩行のキャラクターなんですけれども、キャラクタライズするときは2足で立って手を横に広げるっていう、ちょっと変わったことはしなければいけないんですけども、ドキュメントにそういったことも書いてあります。でナビゲーションの部分なんですけども、こちらは後ほど、デモでご紹介するので、まあ、こういうものがあるんだなというのを覚えておいてください。でスケールフォームなんですけれども、スケールフォームスタジオ、もともとフラッシュのユーザーインターフェースのミドルウェアとしてオートデスクが提供していたものなんですけれども、全く新しいバージョン、スケールフォームスタジオと呼ばれているエディターが提供されています。でフラッシュを使わない、アクションスクリプトを使わない代わりに、このエディターとルアーを使って、スティングレイと同じスクリプトですね、それを使って作っていく形になります。ただフラッシュを作っているアーティストの方であれば、同様なワークフローでできるように、なるべく、トランジションの苦労がないようにということでデザイン設計がされています。あとはワイズです。非常に、サウンドの機能でリッチなものを提供しているということで、国内での採用タイトルも増えているというふうに聞いております。スティングレイの方はこれがそのまま入っていまして、スティングレイの中にここで作ったサウンドのものをインポートしてイベントを設定したりということができるようになっています。で昨今のゲーム開発でですね、やっぱりどうしても重要になってくるのが、ハードウェアの進化に合わせてビジュアル、見た目の部分も非常にクオリティを要求されてきていると思うんですけれども、スティングレイの中では、この部分がビットスクイットと比べて追加されている部分が多くあります。まずは最初にビットスクイットの中にはなかった、物理ベースのレンダリングということですね。そしてその中でポストプロセスの、エフェクトだったりパーティクだったり、マヤとマックスで使えるフィジカリベースとレンダリングのシェーダーを使ったビジュアルのコントロールというのができるようになっています。でポスト処理の部分なんですけれども、今現在ここ数年の GDC などの論文の発表で使われ始めてきているスクリーンスペースリフレクションだったり、あとはスクリーンスペースのアンビエントオクリュージョンだったり、あと NVIDIA さんの方で、提唱してきた、テンポラルアンチエイリアシングということで、フルスクリーンのアンチじゃなくて、ちょっと違った手法で負荷をかけないで行うようなアンチですとか中で使えるようになっています。あとはもう一つ、オートデスクの方でビーストと呼ばれているライトマップの焼き込み用の、ミドルウェアがあるんですけれども、それもスティングレイの中に組み込まれています。でそちらを使って今日はちょっと、デモの方も考えています。で最終的にゲームが出来上がった後なんですけれども、じゃあその後ってね、やっぱりテストが必要になるわけで、実際の実機を使ったテストになるんですけれども、そこでもスティングレイに関しては非常に便利な機能、簡単なワークフローというものを提供しています。まず最初が複数のプラットフォームへの同時にデプロイということで、まあチェックボックスをつけてポチッとボタンを押すと自分が出したいプラットフォームに複数出すことができます。あとはそうですね、マヤとマックスティングレイ、マックスとスティングレイのライブリンクだけでなくて、スティングレイと実機側に動いているスティングレイのエンジンのライブリンクというのもできるようになっています。で最後にモバイルのデバイスなどの場合なんですけれども、Wi-Fi を経由して出すような形になるんですけれども、これもボタン一つで簡単にできるようになっています。モバイルのデバイスとして Android のタブレットが、今日後ろの左側の方に、皆さんから見て右側の後ろに置いてある、PC の方に1台設定してありますので、どんな手順でどんな風にご覧できるのかというのをご覧いただけるようになっています。でとこうは口で言ってもあんまりライブリンクっていうのが DCC 側とターゲット側とあるんで分かりにくいかもしれないので、ちょっと1枚のスライドにまとめてみたんですけど、スティングレイ側の、ライブリンクには DCC ツールとのライブリンクと、実際のターゲット側のライブリンクと2つあります。で DCC ツール側だと、まあ、トーンマップで見た目を調整して、でワンクリックで更新できて、シェーダー同じものが使えて、カメラを動かすとそれぞれ同様に動くということがあります。でスティングレイ側の方だと、
スティングレイから実機の方ですね、その方だと、ムービーの今出ている右上に出ている画面を見ていただくと分かるんですけども、スティングレイのエディター側で動かすと実機で動いているものも同様に更新される。特に何をしているわけではなくて、スティングレイのエディターを編集すると実際にそちら側も編集されるという形になっています。で、1台だけでなくて、例えば Android、iOS だったり PS4 と Xbox One の開発しているとき、Xbox One と PS4 両方つないでおいて同時にデプロイして、デプロイが終わった方からテストもしくは確認、同時にライブリンクで編集した結果を実際のターゲットのレンダリングの結果モニターを使って見た目をチェックしたりということもできるようになっています。はい。で、じゃあここまででいろいろとスライドの方ではご紹介してきたんですけれども、実際にデモの方に入っていきたいと思います。で、デモに入る前に、はい、じゃあスティングレイの方のご紹介なんですけれども、スティングレイをインストールすると、起動するためにこのゲームズラウンチャーというのがデスクトップにインストールされます。で、これをクリックするとこんな画面が立ち上がるんですけれども、ここから、ゲーム開発に必要なツールの起動だったり情報だったりっていうのが取得できるようになってます。で、複数のバージョンが入っている場合には、ここの緑色のボタンのところのプラダウンメニューを選ぶと古いバージョンだったりというのを選んで起動することができるようになってます。 Maya とか Maya LT とか Max も私は入れてるんで見えるんですけど、 Matbox はないんでダウンロードとか、あと何か更新があるときはここに、アップデートしてくださいみたいな感じでアップデートボタンも出てきます。じゃあ早速、起動したいと思います。で、一番最初なんですけれども、こんな形で、プロジェクトのブラウザーみたいのが出てきます。まあ、どの製品でも Maya でも Max でも、Maya でも同じだと思います。はい。で、一番最初には、私はもうすでにいくつかプロジェクトを作って登録してあるのでこんな形で出てるんですが、 My Projects っていうところには皆さんは何も出てないはずです。じゃあ最初どうしたらいいのかというと、このテンプレートタブの中から自分の、試したいものに合わせてテンプレートをいくつか作って試していただくというのが最初のものになると思います。で、それぞれちょっと簡単に説明していきたいと思うんですけども、このベーシックなんですけれども、キーボードの入力だったり、あとはゲームのコントローラーの入力だったり、そうですね、あとオブジェクトが置かれていたり、いろいろと、基本的なものの設定がされているものですね。ちょっと開いてみます。で、皆さんによくローカライズはするんですかって聞かれるんですけども、今のところいついつ出しますというような予定は今のところありません。で、こんな形でベーシックのプロジェクトを開くと出てくるんですけれども、まあ、オブジェクトがあって、まあ、シーンがあってみたいな感じなんですけども、キーボードの入力だったり基本的なマテリアルがいくつかあったり、レベルのデータが2つ、メニュー用のものと今開いているものとあったりとするものですね。で、スティングレイなんですけれども、基本的にゲームのエンジンなんですけど、メインのあるゲームエンジンって考えていただければプログラマーの方は分かりやすいと思います。ユニティとかだとどこから始まってどうなっているのかっていうのが分かりにくいと思うんですけれども、スティングレイの場合にはメインがちゃんとあります。で、ルアのファイルでそれが定義されていてっていう形になってきます。まあ、ここの辺は話すと長くなるので、はい、この辺にしておきます。で、ベーシックのプロジェクトを開くとこんな形ですね。で、ちょうどいいんでビューのエディターの部分についてちょっと説明していきたいと思うんですけども、今ご覧になっているビューポートなんですけれども、これが実際の今開いているレベルのものですね。で、下に
アセットブラウザーというどのゲームエンジンにもあるものがあって、自分が必要なアセットはここのインポートボタンを押すか、もしくは DC シートのライブリンクがあるんで、Maya だったり Max から直接 Send to Stingray というので送ることもできます。で、コンソールの画面があって、右下にアセットプレビューという同じようなゲームエンジンの表示が見えている部分があるんですけれども、ここを実はアセットを選択するとそこのプレビューがここで見れます。今マテリアルなんであれですけど、モデルだったりするとモデルの実際の画面が見れたりします。キャラクターだったりするとそのキャラクターがここで見えたりしますね。あとはエクスプローラーなんですけれども、この辺に今開いているレベルの中にあるデータの構造というのが見れます。で、今データを作ると全部ずら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 っと一列に入ってしまうんですね。いわゆる階層構造が作れません。で、そうなるとどうしたらいいのかというと、1.1 で、このレイヤーの機能がついたので、レイヤーをベースにして、まあ、管理していただくという形に今はなっています。あとフィルターのメニューもここで 1.1 でいろいろと出ているので、自分が探したいオブジェクトをオブジェクトの種類でも検索できますし、文字列でこの検索のところで行うこともできます。で、プロパティエディターの部分はここですね。こんな形で出るんですけど、1.1 で新しく追加したのがこのスクリプトデータと呼ばれている部分、実際の UI 用のデータではなくてスクリプトで新たに追加されたり、プラグイン側で追加されているデータっていうのをここで編集したり見たりすることができるようにもなっています。あとはビジュアルスクリプティング用のレベルフローですね。ここの中で、自分の必要なノードを呼び出して接続していって、ゲームのロジックの方を作っていくということができるようになっています。で、あとそれ以外にもですね、さまざまな機能がこのウィンドウの部分から呼び出せるようになっています。ちょっと一つ一つ、紹介していくと時間が足らないので、今日は、デモの中でいくつかこの中にあるものをご紹介します。あとメニューの中にもいろいろと便利なものがあります。で、DC シートのライブリンクを行う際に重要な設定なんですけれども、ファイルのセッティングの中にエディターセッティングスっていうのがあります。エディターセッティングの中を見ていただくと、 Maya のパス、 Maya LT のパス、 3ds Max のパスということでここに設定がされるんですけど、これ皆さん自身で設定する必要は基本的にはないです。じゃあどうしたらいいのかっていうと、スティングレイをインストールしてあるフォルダーの中にエクストラっていうフォルダーがあるんですけども、エクストラフォルダーの中のスティングレイ DCC リンク2016っていうインストーラーがあります。これをインストールすると、このプラグインをインストールする時点で使える DCC ツール、いわゆる2016の製品ですよね、それに対してプラグインをインストールしてくれます。それと同時にここの設定の方も行ってくれます。で、 Maya LT と Maya 両方ある場合には Maya が使われます。 Maya LT をどうしても使いたいという場合にはこの Maya パスの部分を消してください。そうすると Maya LT が動きます。で、この部分で最初なんでこのバージョンが起動するんだろうっていうふうにおかしいなって思った時には、ここの部分をちょっと確認していただければと思います。じゃあ早速なんですけれども、 DC シートのライブリンク以外で、あとキャラクターだったり、そうですね、キャラクターの部分はキャラクター用のサンプルプロジェクトになってます。なので Maya Max でインポートしたキャラクターをどうやってスティングレイの中で構築していくのかっていうのをルアーをベースにして大体作られてます。で、エンプティの方なんですけど、これ本当何も入ってません。基本的に自分で一から作りたいコアな人向けのプロジェクトです。なので一番最初に試したいっていう方は必ずベーシックかキャラクターかビークルか VR を使うようにしてください。で、ビークルの方は、リジットボディのフィジックスで、いわゆる車のゲームを作る際にどういうふうにセットアップしたらいいのかっていうののサンプルになってます。で、 VR の方はスティングレイなんですけれども、現在オキュラスリフトの DK2 に対応してます。で、その DK2 を接続してられている PC でこのプロジェクトを開くと、
で実行するとそのままオキュラスで見れるようになってます。で今日また皆さんから見て右の後ろにあるマシンの方の1台にオキュラスの DK2 が1個セットアップしてあって、こういったオキュラスを使ったサンプルなどもご覧いただけるようになってますので、興味のある方は後ほどご覧いただければと思います。では基本的な部分はちょっとこの辺にしておいて、実際の皆さんが一番見たいところであろうデモの部分について見ていきたいと思います。 DCC との連携という部分で、スティングレイをちょっと立ち上げていきます。でこれはセデクの時にも使ったモデルなんですけども、早速ですね、マヤの方で開いていきたいんですけれども、開く前にこんな形でスクリプトのデータがここで右画面のスティングレイの右下で見れているのが分かると思います。でここで編集もできるようになっているので、はい、便利になってます。で続いて、マテリファインドアセットインブってやるとアセットブラウザの中で選択されるので、ここでじゃあ実際にマヤの方に送っていきます。でこれを行うとマヤが自動的に起動して、スティングレイ側にあるデータをマヤの方に転送して接続が行われます。でマヤ側の起動にちょっと最初は時間かかるんですけども、それが済んだ後は、実際に DCC との連携がもうその時点で入るようになってます。よいしょ、はい、まだマヤ側の起動が来ないみたいですね。でまず最初になんですけれども、まだですね、はい、トーンマップの部分なんですが、今マヤのビュートランスフォームのビュー変換のメニューは sRGB ガンマになってるんですけれども、これをスティングレイトーンマップに切り替えるとちょっと変わるの分かりますかね。こんな形でまずスティングレイ側のトーンマップと同じような設定にしていきます。で続いてライブカメラトラッキングなんですけども、これセデクの時にデモした時には、例えばマヤ側でこう変えて、じゃあスティングレイ側に行きたいなと思ったらスティングレイ側のをマスターにしてっていう風にやらなきゃいけなかったんですけど、 1.1 でなんとスティングレイが有効になった時にはスティングレイ側がちゃんとマスターになるように変更されてます。なので、自分が使いたい画面を触って動かしてということができるようになってます。で、続いてなんですけども、こちらのモデルで使われているシェーダーなんですけども、こちらですね、メイクユニークにしてシェーダーグラフの方を開くとこんなノードが接続されています。ああそうだ、スティングレイの UI なんですけれども、 HTML5 でってお話したと思うんですけど、こんな形でタブのドッキングが簡単にできるようになってます。でレイアウトとかも、自分で自由に変えられるので、これは非常に便利だと思う。であとダブルクリックするとその部分のビューが最大化されるっていうのも便利ですね。でこういうのやってると何をするか忘れてしまうんで、はい、今こちら側のシェーダーがこのスティングレイ側のシェーダーがこんな形なんですけれども、じゃあこちら側のマヤにちゃんと同じシェーダーが来ているのかっていうので、アトリビュートエディターでシェーダーの部分をオープンシェーダー FX で見ると、よいしょ、こんな形で同じシェーダーのノードが渡っているのがお分かりいただけると思います。じゃあここでなんですけども、
マヤ側でこのシェーダーを変えましょうと。でちょっと、シェーダーを作っているものがあるのでそれを読み込んでいきます。よいしょ。で何が変わっているかというと、頂点カラーを持ってきて、カラーマップの部分に上書きして、まあマルチプライして乗算して表示するというようなことのシェーダーになっています。なので今デフォルトで黒い調整シェーダーが提供されているので、あ、そうですね、こちら側でペイントバーテックスカラーツールを開いて、ちょっとこっち見にくいんで大きくします。よいしょ。でオブジェクトを選択して色を最初は白にしておきます。で白にして黒くなってた部分を全部アルファのツールでフロットを行って元の色が見えるようにしておきます。こんな感じですね。で続いて、よいしょ、頂点カラーの色をまあ何でもいいんですけど赤にして、赤のペイントを塗っていくと、こんな感じになりました。よいしょ。はい。でじゃあこれをスティングレイ側に送りたいと思うんですけど、ワンクリックのワークフローっていうのをお話ししたと思います。マヤの場合ですと、マヤの画面の右下にアップデートボタンというのがあるんですね。あ、ちょっと見にくい方もいるんですね。じゃあちょっとマヤの画面の右下にアップデートボタンがあります。でこれをポチッと押すと、スティングレイ側にあるファイル上書きしていいですかって出るんでイエスとすると、ファイルが送られてスティングレイ側で、スティングレイの画面の右下を見るとデータのコンパイルが走ってます。なのでもういちいち今までだったらファイルをエクスポートしてフォルダのとこに置いてそれをインポートしてっていう風になって手数を皆さんの方で通常のゲームエンジンではやると思うんですけど、 DCC との連携のツールの部分があるともうワンクリックでボタン一つで更新が行えるようになってます。で見ていただいて分かる通り、こんな形で頂点カラーが、あとシェーダーも同じように渡ってます。でこの DCC のリンクの部分なんですけれども、シェーダーだけでなくて、例えば頂点、あ、これか、頂点を選択してちょっと選択範囲を拡張して、スケールを、あ、よいしょ、スケーリングをまあこんなふうに大きくしないでしょうけどしたとします。で終わったら、よいしょ、アップデートボタンを押すとスティングレイ側に行きます。じゃあ実際にキャラクターを使った際、マヤとスティングレイの連携の部分について、長谷川の方にバトンタッチして紹介してもらおうと思います。長谷川です。主にですね、連携もそうなんですけれども、アニメーションの部分に特化してちょっと説明していこうかなと今から思います。なので一旦スクラッチからやっていきたいと思います。ではこちらの方ですね、もうすでにセットアップしているゲームデータなんですけれども、こちらのキャラクターに対してアニメーションコントローラーというもの、まあ後でお見せしますけれども、それを通じてアニメーションのテイクというものクリップですねを複数割り当てて
で、ごめんなさい、違いますね。ユニットのフローというのがあるんですけれども、そちらの方で、ゲームの論理というものを作っております。であとは、キーボードのインプットと、あとは、こちらにある Xbox360 のサムスティックですね、を使ってキャラクターをコントロールできるように、しております。まあ、それだけなんですけれども、あともう一つミソなのは、このシーンでヒューマン IK の、まあ、ノードを使ってフロアコンタクトを設定しているというところですね。まあ、こちらの方がキーボードインプットになって、こちらの方が Xbox のサムスティックですね。でこちら両方対応できるように、こちらのノードの方につないでいます。であとアニメーション用の、まあ、ロジックというのはイベントがあるんですけども、そちらの方を2つ、割り当てて、アイドリングモーションとあとはムーブモーションですね、まあ、要は歩いてるモーションなんですけども、それを、デルタポジションで動かしているというような流れになります。なので、こちらの方をプレイしていくと多分使えるでしょうと。はい、動きますね。でデバッグも、見えてますので、こんな感じで何もしなくてもフロアコンタクトがまあ有効になるというような感じですね。はい、あとキーボードのインプットで登ってくると。なので、ヒューマン IK のインプットを使うと、まあ、このような感じでですね、フロアコンタクトを自動で判別して動いてくれるというような感じになっています。であともう一つですね、ロジックを作っているものなんですけれども、アニメーションのコントローラーですね、こちらの方にあります。まあ、こちらの方はちょっとステートマシンに近いものなんですけれども、レイヤー概念がありますので、厳密にはステートではないですね。なのでレイヤー一つ一つが実はステートマシンを持っているというような感じになってきます。あ、ここにはないですけれども、はい、というのをちょっと今からお見せしていこうかなと思います。ということでですね、先ほど梅沢が使っていたベーシックのテンプレートで一からやっていきたいと思いますね。でまずはマヤが必要ですね。マヤが必要ですと。はい、でまあある一つのキャラクターのモーションなんですけれども、これはエーミングしてるだけですね。なので待機モーションと、あとは今から攻撃しますよというそのモーションですねがあるだけなんですけれども、こちらの方をスティングレイの方に書き出していきたいと思うんですけれども、今回はですねワンステップでスティングレイの方に送るのではなくて、ゲームエキスポーターというものを使っていきたいと思います。でもうすでにですねアニメーション、キャラクターのデータの方は送っておりますので、こちらのアニメーションクリップの方だけですね送っていきたいと思います。でこのキャラクターのモーションは1から56フレームですね。ですのでこちらの方にアドでエームっていうふうに名前を付けてあげて、まあ、その範囲ですねを送っていきたいと思います。あとフォルダ指定ですね、押しないといけませんので、こちらからフォルダ指定をしてあげる。モデルのキャラクターですね、こちらの方に、まあ、いくつかテイクがありますので、ここで選んであげてエームにしてエキスポートと、まあ、そうするとここは書き出しが成功しましたよというふうに書かれますので、これで FBX が送られたことになりますね。で今度はスティングレイの側の方に戻ってデータをインポートしていきましょうと。でモデル、キャラクターですね、こちらの方にまだ何もありませんので、インポートアセットでまずは、キャラクターのモデルですねを読んでいきたいと思います。でこの場合はモデル、あとは、キャラクターのストラクチャーですね、まあ、要はスケルトンを読み込んでいきますと。でこれインポートとやるとデータが、実際に、スティングレイの方で解析できるそのユニットという形で読み込まれてきます。まずはこれモデルの部分ですね、あとは、スケルトンの部分になります。で読み込まれるとこのようにですねサムネイル化されます。でシェーダーも来ます。あとはこれキャラクターの状態ですね、ピチッてやるとこちらの方のサムネイルも変わりますよと、はい、で次にクリップですね、アニメーションのデータを読んでいきましょうと。インポートアセットで同じようにですね、この場合は複数テイクを持ってきます。こんな感じですね、これはいらないですね、アイドルがないですけれども、まあいいか。どこだ。
あ、じゃあね、AM がないですね。まあいいや。はい、開くと。で、この場合はメッシュは必要ありませんので、メッシュユニットはなしにしてあげて、アニメーションだけ持ってきます。で、この際にですね、オプションでアニメーションフォルダーというものを作るかどうかというのを聞いてきますので、当然作りますよというふうにしてあげて、あとはストラクチャーはこちらですね。スベンというものを先ほどストラクチャーとして割り当てましたので、こちらの方にデータをロードしてくださいねというようなことをスティングレイに伝えて、モーションのデータを複数持ってきますと。はい、そうするとこちらの方にクリップが来ましたと。はい、大丈夫ですね。アニメーションが全部見えてます。ただこちらの方ですね、今ルートモーション、まあ、要はセンターオブグラビティのモーションというものがついておりますので、移動値が入ってますね。で、これ後ほどですね、切ることができますので、まあ、このままにしておきましょうと。まあ、とりあえずクリップは読まれました。で、続きまして行う作業というのがアニメーションコントローラーを追加する作業ですね。で、こちらの方ユニットとなるこのキャラクターですねを右クリックすると、こちらの方にクリエイトアニメーションコントローラーというものがあります。これ非常にユニティさんのエンジンに近いですね。ユニティさんもアニメーションコントローラーというものを追加しますので、でこれで CTRL ですね。あ、キーボードがどっち下いいですか。これで、はい、これでいいです。名前はとりあえず何でもいいので、そうすると走ってるようなアイコンですねが作られますので、こちらの方がアニメーションコントローラーになります。でダブルクリックするとそのステートマシンが表示されます。で、今こちらの方ダブルクリックしましたけれども、 Windows の方からもアニメーションコントローラーをロードすることができます。これですね。はい、でこちらの方に置いてあげて、あとはモーションのブレンドというものをこちらの方でやっていきます。でまずはエンプティのノードがありますので、エンプティのノードは無視して、アニメーションの方のデータをこちらの方にドラッグエンドロップしていきます。はい、でこれでまずはアイドリングモーションですねが追加されましたと。で続きまして、基本的な歩くモーションですねを持ってきてあげて、こちらの方をつないであげましょう。でトランジションはこっちからこっち、こっちからこっちと。なので、アイドリングモーションから何かイベントが発生したらば、ウォークス、歩くと。でイベントが終わったらばアイドルに戻るというような感じですね、というような、アニメーションを作ったわけなんですけども、すでにもうエラーメッセージが出てますね。まあ、トランジションが、何もありませんと。まあ、これはイベントを作ってくださいという、なんだろう、ワーニングメッセージですので、こちらの方のイベントというところですねから右クリックで Add New Animation Event というものを追加していきます。でこの場合ですね、アイドルっていう名前をつけてあげて、でまずは歩くモーションからアイドリングに戻りますので、こちらのトランジションのアローキーを選択してあげて、今作ったイベントですねを割り当ててあげます。そうすると赤いマークから青いマークに切り替わります。で続きまして別のものですね。でこれは、なんだろうな、トランスレーションにしましょうか、にしてあげて、こちらの方にトランスレーションというのが追加されておりますので、こちらのイベントはトランスレーションにしてあげます。でエディットセーブってなってますので、はい、セーブしますよと。でやるとデータが変換されますので、実際にこちらの方に今作ったアニメーションのイベントですねが表示されてきます。で実際にですね、レベルの方で確認はせずに、このアニメーションのステートマシンの方でトランジションを確認することができますので、とても便利じゃないかなと思います。で続きまして、この歩くサイクルからどうしようかな、まあ死ぬみたいなモーションですねというものが多分必要になってきます。でその際ですね、アイドリングの時も攻撃受けたれば、このキャラクターが死ぬと。でもしくはこのキャラクターが歩いている時も死ぬというような形ですねを作りたいので、トランジション的にはクリップを持ってきてこういうふうにつなぐというような流れになると思います。でまずはこちらの方ですね、ダイバックウォールズというものを持ってきてあげて、アニメーションをプレイバックしてみましょうと。まあ、そうするとこちらの方ですね、まあ、移動値が入ってしまっておりますけれども、これで確認できます。でこちらの方は今ループしておりますので、ループモーションを切るためのオプションというものもありますので、ループっていうところのチェックを外してあげるとループモーションはなくなります。であとは歩くモーション、あとは待機モーションというふうにつないであげて、あとイベントを作ってあげましょうと。まあ、必ずイベントは作ってあげますね。で、ダイという名前にしてあげて、これはダイにしてあげると。はい。で、これで保存してあげると、まずは待機モーションがありますね。
で待機モーションから歩くモーション、でもう一回待機モーションに戻ると、でこの状態で死ぬと、で一旦これリセットしないといけないんですけどね、はい、リセットした後に、待機モーションから死ぬモーションと、はい、これで完成しております。で次ですね、起き上がる必要が、まあ、このキャラクターありますので起き上がるモーションというのが、必要になりますので、こちらの方からダイトアイトルですねを持ってきてあげて、ここでトランジションをしてあげると、でまた、しつこくイベントを作ってあげて、この場合はアウェイクですねにしてあげましょうと、でこれはアウェイクで最終的にアイドルに戻ると、でこれはアイドリングモーションですね、トゥアイドルなので、というようなですね、トランジションというのが作れるようになります。ただこういうふうにやっていくとですね、どういうふうにこれがつながっているかというのがどん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 複雑になっていきますので、グループ化するのが一番、この場合いいと思いますね、まあ、そういうのも、できるようになります。でちょっとですねグループ化する前にこのルートモーションがちょっとうざいので、この、キャラクターのルートモーションをオフにしたいと思いますね。でそれをやるためにはこちらのスケルトンの方のルートというものを指定してあげます。そうするとルートモーションというものが動かないで、その場でアニメーションが再生されるというような形を取ることができるようになります。はい、でこちらの方がスケルトンのストラクチャーになります。ダブルクリックかもしくはオープンすると出てきます。であとはこちらの方でルートモーションを選んであげるんですけども、これ必要ないですね、すいません、こちらの方でいいです、後でやりますけれども、まずはスケルトンを選択します。であとはこちらですね、ルートモーションのルートモーションボーンというものを選択してあげて、ここからルートっていう名前になってたと思いますので、これを指定してあげます。はい、でこれで動かなくなるはずです。でちょっとこちらの方で確認していきましょうか。まずはアイドリングモーションですね、でトランスレーション、まあ、そのうちアップデートされると思いますので、このままにしておきましょう。で次ですね、アイドルとウォークのところを選択してあげて、でこれをグループ化します。でコントロール G でグループもできますし、あとは選択して右クリックでクリエイトグループというのがありますね、ステートフロムセレクションというのがありますので、まあ、どちらでもいいと思いますね。まあ、とりあえずこれはコントロール G でグループ化してあげます。でこれはスタンダードにしましょうかという名前にしてあげて、こちらの方はグループ化した上で名前にしましょうか。はい、ちょっとあまり名前が衝突するのはよろしくないのでデッドにしましょう。はい、というような感じで、これですごいスッキリしてくると思いますね。でここからですね、別のイベントというもの、モーションというものを持ってきて、一つのモーションから、まあ、どちらでもいいんですけれども、そこの方にトランジションするというのは非常に、シンプルに行うことができます。もしくはこの中に入ってあげて、ここで論理を作ってあげてもいいと思いますね。モーションブレンドをしてもいいと思いますというような感じで、こちらの、ステートマシンで、複数のクリップというものを、トランジションしてあげるということができるようになりますよと。であとは確認するのはこちらの方で確認することもできるようになりますと。であとですね、こちらの方今動いていると思いますけれども、背景の部分というものも、プレビューレベルで切り替えることができるようになります。例えばタイルパターンを、表示することによって非常に見やすくなりますね。なので例えば歩いているモーションも、どういうふうな位置関係で動いているか、足がスライドしてないかというのを確認する上で、こちらの方は非常に便利じゃないかなと思います。はい、っていうやつですね。であとは、第2ちょっと待ってくださいね。歩いてダイインになって、アウェイクして、でアイドルに戻るというようなことができるようになります。なぜかルートモーションがうまく設定されておりませんけれども、まあいいや。はい、ということでですね、続いてこちらの、歩くモーションに対して複数の、例えば歩くモーションからジョギングのモーション、あとは走るモーションというものをトランジションすると思うんですけれども、例えばこのグループの中でそのテイクを、まあ、持ってくるとしますね。こちらの方にジョグがあって、であとランがあってと、でこれをですね、
つなげてまたつなげ直してっていうのをやっていくと、どんどんアニメーションイベントが増えてきます。まあそれはそれでいいんですけれども、これやってると結構煩雑化していきますね、どん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 。なので、それを避けるためにまずあるクリップを、ブレンドステートという、形にすることができるようになります。これユニティさんの方でも、できるようになってます。ユニティさんもブレンドステートにすると複数 の, そのテイクっていうものを差し込むことができるようになりますので、まあ、全く同じような考え方ですね。なので、歩くモーションサイクルの、こちらのクリップに対して 1D ブレンドスペースステートというものを、適用してあげます。ごめんなさい間違えました。選択して、コンバートですね、コンバートから 1D ブレンドスペースステート切り替えてあります。そうすると色が変換され、変わりますので、これでブレンドステートになったというのは、お分かりいただけると思います。でこの後にこちらの方にウォークっていうクリップがありますので、じゃあジョグっていうクリップを足してあげて、続いてランという、走るクリップですねを足してあげます。でどのようにこちらの方、トランジションさせるかというと、こちらの方にバライアブルっていうものがあります。で何か、自分で定義した変数っていうものを、割り当ててあげて、でそれでブレンドをするというような、形を取ることができるようになります。なのでここからアドニューバライアブルですねを、作ってあげて、でこれはスピードバリューにしましょう。バリューという名前にしてあげて、でディフォルトのバリューはウォークサイクルなので、歩くのが0です。でミニマムバリューが、0で、走るバリューがマックスバリューが1にしてあげて、これで0から1で、トランジションできるような形を取ってあげます。でこれを作った際に、ウォークサイクルの方に移ってあげて、でこちらの X アクシスバライアブルというところが赤になっておりますので、ここに対して今作った変数を割り当ててあげます。でこちらの方を保存することによって変換が終わってますね、おそらく、はい、あとはこちらですね、歩くときは0で、ジョギングのときはだいたい 0.5 ぐらいのモーションにしてあげて、で走ってるときは1という風に形にしてあげます。で保存してあげると、0から1の値で、歩くから走るモーションというもののブレンドというものが、作られました。で確認するときは、あ、間違った、アウェイクのアイドルにしてトランスレーションですね。でここからジョギングになって、で走ると、なぜかウォークモーションだけがルートモーションついてるんですけど、まあとりあえずこういう感じでトランジションができるようになりますよと。まあ実はこちらのスピードバリューというのが、あ、全然名前が違うんですけど、バリューというのがすごく重要で、こちらの、まあ、コントローラーとか使うときですね、ちょっと動かしたときは、まあ、なんとなく歩いているモーションなんですけれども、マックスに動かしたときは、走っているモーションというような、ロジックをですね、フローの方で定義できますので、まあ、こちらの変数というのはすごく重要だというのを覚えていただければと思います。はい、で続きましてですね、こちらのモーションに対して別のですね、例えばモーションを持ってくるわけなんですけど、攻撃モーションですね。でその際にちょっとこのスティングレイならではの、まあ、レイヤーの概念というものを使えるようになりますので、ちょっとそちらの方を紹介をしていきたいと思いますね、最後に。で先ほどエームのモーションを出したと思ったんですけれども、出されてなかったみたいなので、ちょっとエームのモーションを出力したいと思います。エームエームで出てますね、なぜだろう。じゃあこちらの方にインポートアセットで、あ、これですね、はい、じゃあこれを開いてあげましょうと。で、もうメッシュはいらないのでアニメーションだけを持ってきますと。でインポートしてあげると、向こうの方でですね、また終わった時にでも、まあ、レイヤーの概念のところを説明したいと思いますので、次にですね、移りたいと思いますけれども、次はですね、レベルフローになりますね。あ、レベルフローじゃなくてフローのところになりますね。で今もうすでにこちらの方開いておりますので、もう一回開きましょうと。はい、でゲームの、このキャラクターの論理を作る際ですね、こちらの方のユニットフローというのを使っていきます。で先ほどもちょっと
ちらっと見せたと思いますけれども、こちらの方にフロー用のノードというものがあります。でまずはですね、インプットというものを必要になってきますので、インプットから例えば Xbox のコントローラー、もしくは PS4 のコントローラーとかですねがあれば、どちらか選んでいただくと。でもしくはですね、キーボードのインプットというものも使えるようになりますので、キーボードボタンを選んであげて、ここから、キーボードのマッピングをしていってあげますというような感じで作っていきます。ただインプットでこの場合は Xbox ですので、 Xbox のサムスティックを使って、左側のこれですね、コントローラーで操作しますよと。であとはアクシスバリューですねを使ってあげていくと。でこの場合ですね、先ほどスピードバリューというものを0と1で定義しておりましたので、マスからですねレングスというものを選んであげます。でこれで0から1のバリューでコントロールすることができるようになりますよという形になります。でアクシスバリューからベクトルの方につないであげて、あとはバリューはグレーターザンになりますね。なのでこのコントローラーが動いたときに実際にイベントを起こすというようなノードが必要になりますので、イベントですね、フローコントロールですねからブランチというものを選んであげて、であとはマスですね、マスのグレーターザンがどっかにあったと思いますね。グレーターザンどこだ、あったありましたね、はい、こちらの方をつないであげて、でここにバリア入れてあげますね、 0.01 という。で次にバリューをコンディションの方に、つないであげて、これが true だった場合ですね、アニメーションのイベントを起こすというような形を取りますので、アニメーションのユニットの get ユニットアニメーション、違うな、すいません、こっちかな、あれどこだっけ、やばい、センダーアニメーションコントローラーイベントですね、こちらの方になります。でイベントの名前はまずはアイドルという名前をつけたと思いますので、アイドルという名前にしてあげます。でもう一つが、トランスレーションですねという、イベントを作っておりますので、トランスレーションにしてあげます。でコントロール C でコントロール B でコピーしてあげることができます。で、true の場合はトランスレーションにしてあげると。でフォロスの場合はアイドリングモーションに移りますよと。でこの場合ですね、移動値が入りませんけれども、これでも多分動くと思います。でこれで上書き保存してあげて、スティングレイの方に戻ってこのキャラクターを持ってくると。でテストプレイってやると多分動くと思いますね、おそらく。はい、動かないですね、あれ困ったな。セーブしてちょっと待ってください、イベントが、ああすいません、レベルアップデートがないですね、なるほど。イベントですね、このレベルアップデートっていうのは、先ほどのテストプレイをしたときに実際に、実行される、してくださいというような、このノードになりますね。で、プレイ中はマイフレームですね、サンプリングを行いますので、こちらの方をつなげないといけないですね、インプットしてあげると。でこれで、保存すると多分大丈夫だと思われますけれども、できなかったらすいません。はい、これで動いてますね、はい、こういう感じで、動かすことができるようになりますよという、流れになります。このような感じで、実際に作ったその 3D のモーションですねを、ステートマシンを使ってモーションブレンドをするという、やり方ですねを、紹介しましたと。というところでですね、私の方の、デモを終わりたいと思います。はい、では続いてなんですけれども、今長谷川の方でちょっと紹介した、ものの中にフローがあったと思うんですけれども、そのフローの部分についてちょっと、ご紹介していきたいと思います。でスティングレイなんですけれども、実際に皆さんが使っているエディターの中身とファイルのデプロイに使う際の転送のモジュールだったり、あとはデータのコンパイルをするモジュールっていうのが別で動いてます。で別で動いているがために、
何かエディター側がおかしくなったとしてもエディターが落ちることなくそちらの実行モジュールの方だけ落ちてそちら側だけ再起動すればできるようになってたりします。なのでビューポートがおかしくなったりするとリスタートエンジンというボタンが出てきてポチッと押すとそのエンジンの再起動だけが行えたりをするようになってます。今日はまだその現象に起きてないんで大丈夫ですけれども、じゃあここからなんですけどもフローということで見ていきたいと思うんですけど、フローには2つあります。1つ目がレベルフローと呼ばれている部分、レベルフローの部分は実際のレベルの対するロジックですね。あとは各キャラクターに対してロジックをつけることができるようにもなっていてユニット用のフローというのも存在しています。こんな形ですね。ユニットエディターの中のユニットフローという形になってます。で、こちらなんですけどももう今実際作られているデータになっているのでちょっと実行してみます。ゲームが始まってキーボードで動かしてコインを取って赤いキャラクターをお客さんとして乗せていくタクシーのゲームなんですけど、今何もロジックが適用されていないんでコインのとこに行っても何も起きないですしキャラクターのとこに行っても何も起きないです。じゃあこの部分をフローを使って構築していくことをしてみたいんですけども、まず最初にこのコインの部分なんですけどユニットエディターを開いてからの設定のされていないユニットの中でですね、一つ目にノードを作っていきます。でフィジックスのトリガーとしてまず一つ、何かぶつかったらということで取り出していきたいのでフィジックスのクリエイトフィジックストリガーフローノードですね、こちらこのアクターに対して設定されているコリジョンのメッシュに対してイベントが起きたらということでこれを呼び出します。で続いてぶつかったら何をしたいかというと音を出したいんですね。なのでサウンド、あ、オーディオですね、オーディオのワイズのワイズトリガーイベント、イベントをトリガーするノードを呼び出していきます。でトリガーがフィジックスのトリガーに入ったらワイズの方で音を鳴らすと。でどんな音を鳴らすかというと SFX_UI_coin っていうのを設定してあるワイズの方で設定したイベントの名前を設定しておきます。ん？あ、入らない、ポチ、あ、なぜだ、なんでしょうね。まあとりあえず後で進めていって読めるかもしれないんでちょっと行ってみましょう。で続いて、スポーンの方ユニットを消したいんですね。音を鳴らしてコインのユニットを消したいのでユニットの中からアンスポーンユニットを呼び出します。でアンスポーンで実際にアンスポーンしたユニットをどうするかというとそのぶつかったキャラクターのユニットのフローに戻るということでユニットのフローイベントを呼び出しておきます。でアンスポーンにしたものをユニットのトリガータッチングに呼び出していきます。でここでなんでいかないんでしょうね、 SFX_UI_coin、 あ、私とてつもない大バカなことをしてました。こっちじゃなくてこっちです。ピッ、失礼しました。で、続いてなんですけれども音を鳴らした後はコインを消したいだけでなくて一番最初にゲームが始まったらコインをくるくる回してここにコインがありますよっていうアニメーションを再生させたいのでユニットがスポーンしたら、あ、イベントですね、こっちはイベント、ユニットスポーンド、ユニットがスポーンされたらアニメーションを再生したいのでアニメーションの中からアニメーションクリップリセット&プレイっていうノードを呼び出しておきます。
で、アウトの方、よいしょ、アウトの部分でプレイにして再生するアニメーションを、コインのアニメーションをもう作ってあるのがあるので、それを設定します。で、OK だと思うので閉じて保存します。で、これで再生をすると、先ほど動いていなかったコインがくるくる動くようになって、取るとピコンと音が鳴って消えているのが分かったと思います。じゃあこの後なんですけれども、キャラクターの方のユニットのフローの方も作っていきたいんですけど、今見て分かっていただいた通り、私が作るとまたデモの時間もおかしいなことになったり、皆さんにご迷惑をおかけすることが多々予想されるので、スティングレイの一つ便利な機能の部分についてご紹介したいと思います。一番最初のスライドの中で、スティングレイの方ではデータ駆動型のアーキテクチャを使っているんですよというのをお話ししたと思います。で、それを可能にしているのが、JSON ファイルで書かれているスティングレイのデータ構造なんですけど、先ほどの、このユニットエディターの中から呼び出せるフローのノードなんですけど、例えば右クリックでコピーしますよね。で、コピーしてテキストエディターでペーストってすると、全部アスキーで書かれて見えるんですね。で、定義をここで編集したり、名前を変えたり値を変えたりしてノードを戻すと、こちら側にその情報が反映されます。例えば今ここにある with 数160ってなってるんですけど、じゃあ分かりやすいように500としてコピーしてこっちに持っていくと幅が500になるんですね。なので、アーティストの方だけでなくてプログラマーの方がフローのノードだったりスティングレイの中にいる全てのデータファイル、ASCII で書かれているので、それを見て自分で編集して更新することもできるようになってます。で、フローのノードだけでなくて、シェーダーの FX のノード、あれも全部コピーペーストでテキストエディターで持ってこれるようになってます。で、このキャラクター用のフローのノードなんですけども、ものすごく頑張った人がもう作ってくれてる、こんな形であります。例えばゲームのプロジェクトの中でフローのノード専用に作る人っていうのがいて、その人が作ったものをファイルでもらってコピーしてユニットエディターの方に、こっちからですね、ペーストってやると、こっちがコピーされてますね。コピーエディットコピー、はい、で、よいしょ、ペースト、来ました。こんな形のノードがペーストで持ってくれるようになってます。あとはもうこれをセーブして保存すると、ゲームの中でそれが実行されるようになります。じゃあ実際に実行してみます。そうすると、コインを取ってキャラクターの前に乗ると、キャラクターが口笛を吹いて止まってって呼ぶんで、そこで止まるとお客さんを乗せて走れるという、そういうロジックをこんな形で作れるようになってます。なので、フローを使って複数人での作業っていうのも、こんな形で皆さんの方でプロジェクトの中でやりやすく行えるようになっているっていうのがお分かりいただけたんじゃないかなと思います。もちろんフローを使わなくても、ルアーを使っても同じようなことができます。ただ、ルアーはやっぱりプログラマーさん向けなので、アーティストの方、テクニカルアーティストのあったプログラマーの方であっても、まあフローでやりたい場合はフローでもできますし、ただフローでやると、ノードをいっぱい作んなきゃいけないコードが、ルアで書いたら3行で終わったりするっていうのもあるんですね。例えばアニメーションをユニットをこの中に読み込んで
それにアニメーションを設定させて動かしてっていうような部分に関しては Lua で書いた方が簡単だったりします。ただそれはプログラマーの人にとってであって、アニメーターテクニカルアーティストにしてみればやっぱりフローはフローでやった方が簡単だと思います。なので適材適所で必要な方を皆さんの方で選んでいただいて行っていただけるようになっているというのがやっぱりスティングレイのいいところだと思います。続いてなんですけども、これもセデックの際にご紹介したものってどこかに行くと聞かれるのでちょっとこれもお見せしたいんですけど、先ほどミドルウェアの紹介の中でナビゲーションというものがあの AI のツールですね、ミドルウェアがあったと思うんですけれども、それの部分なんですけど、こんな形でシーンを読み込んできた形になってるんですけど、ナビゲーション用のメニューがこんな形で表示されます。で、今画面で青く表示されているのがナビメッシュと呼ばれている、いわゆる AI が使うメッシュの表示の部分になっています。で、今なんですけどもデフォルトで必要設定されているので、これをファイルの書き込みを有効にしたままだったみたいですね。ナビゲーション、行くかな、ウィンドウナビゲーション、あ、行きましたね、はい。で、今消したんですけども、じゃあ本当に作ったり消したりが一瞬で終わってるのかどうかっていうのを確かめるために、ここの上り口の部分なんですけど、角度が45度まで今上れるようになってるメッシュの設定なんで、これを角度20度にして生成してみます。そうすると一瞬で角度20度を超える角度のメッシュに関しては生成されないようになったんで、本当に実際に生成しているのがお分かりいただけると思います。このナビゲーションなんですけれども、ナビメッシュの生成の機能としてはマルチスレッドで行われて、非常に高速に大きいデータのものであってもできるようになっています。続いてもう一つ、やっぱりレンダリング関係の機能ということでどうしてもお見せしたいものがあるんですけども、やっぱりスティングレイの中で利用可能なポストエフェクトの部分なんですけど、それがどれだけ簡単に見せれるようになっているのかっていうのを、調整できるようになっているのかっていうののご紹介です。今開いたこのシーンなんですけれども、リフレクションがあってブルームもちょっと入っていたりするんですけども、あとオキュリュージョン、アンビエントオキュリュージョンの部分とかも入ってたりします。で、これがリフレクションプローブですね。で、スティングレイのカメラの移動なんですけれども、バージョン 1.0 までは上下移動っていうのができなかったんですけど、こんな形で上下もできるようになってます。はい、じゃあここでなんですけれども、どんな形でシェーディングの設定を変えていくのかという部分なんですけど、クリエイトの中からシェーディングエンバイロメントっていうのを実行すると、今見た目が変わったの分かりますか？全然違いますよね。で、最初のはシーンの中に設定されている値を使ってたんですけど、自分で新たにこんな形でシェーディングエンバイロメントっていうのを作ることで変更できるようになってます。例えばグローバルライティングの部分でスカイドームの強さ、今外の明かりが強くなったりしてると思うんですけど、あと焼き込んだマップのディフューズの明かりの強さだったり、あとはエミッシブ、あ、リフレクションの光の強さだったりっていうのが見れるようになってます。で、最後にビーストなんですけども、やっぱりビーストはどうしてもお見せしておきたいので、ちょっと最後お時間いただいてお見せします。
でビーストの方なんですけれども、ドキュメントがあってですね、ディストリビースト、ディストリビューテッドライトマップベーキングユージングディストリビーストっていうのがマニュアルにあります。でマニュアルの中からその分散処理に使うクライアントのプログラムをダウンロードできます。でダウンロードしたら、インストールするだけです。ちなみに今後ろにある2台のマシンにもインストールされていて、同じネットワークでつながっています。なので私の方でこのメインのマシンの方でビーストのレンダリングを行うと、向こうの CPU を使って実行できるようになってます。で今フルレンダーでされているんですけれども、このスティングレイのビューポートの画面でですね、非常に便利な機能があって、それぞれの要素ごとの、今ディフューズのアンビエントの色だけ見たり、ライトマップのテクセルの大きさを見たりとか、あとはデバッグマテリアルのアルベドの色だけ見たりとか、この中でいろいろと切り替えれるようになっているのは 1.0 からあるんですけど、さらに追加でこのビューの中でパフォーマンスのハットで FPS のを出したり、アーティストの方がよく必要使うようなパフォーマンスのハードを出したりというの、前はコマンドラインからしかできなかったんですけど、ここからも出せるようになってます。なので、非常に 1.1 でいろいろと機能が追加されています。で続いてこのベークなんですけども、ちょっと今私が使っているマシンなんですけど、20コアでロンリーコア入れて40コアのG4 が2個ついているマシンです。で後ろにあるマシンも G4 が2個ついているマシンと G4 なんですけど4コアのマシンが1個なんで、全部で80個計算で使えるんですけど、このスポンザよくデモで使われるものがあると思うんですけども、このカスタムの最初のベーク用に設定したものでだいたい4分からそんなもんだったと思います。で今、こちらの実行を行うと、向こう側の CPU を使って処理が分散されて2倍速い速さで実行されるような形になります。でビーストの設定なんですけど、このフィルターゲインっていうパラメータがあるんですけど、これ実際焼き込んだ後にノイズのあるテクスチャーのぼかす処理の回数みたいなものと考えていただければいいと思います。なのでフィルターゲインの値を大きくするとノイズのある GI の結果でも滑らかな結果にすることができます。なのでこのフィルターゲインを小さくして処理を高負荷にかけるか、フィルターゲインを大きくして処理の部分を小さくするか、まあ、皆さんの自由だと思います。どこまで精度を求めるかという部分にも寄ってくると思うんですけれども、そんな形でビーストの方を使えたりします。で、そうですね、ちゃんと向こう側のタスクマネージャーで赤く両方とも出てるんで、どちらもフルに使って今レンダリングの計算をしてると思います。で、そうですね、あとはじゃあちょっと待ってる間に他に お話ししてない何かあればと思うんですが、 あ思い出しました。ここの中身なんですけど、 1.1 でリフラクションに対応してます。なので例えば水の中ですよね、この画面のとこなんですけど、リフラクションがないとスパッと見えると思うんですけども、水の水面の波打ちの影響でこう下にあるタイルの模様が波打ってギザギザなっているのが分かると思います。あとシェーダー関係のところで、サブサーフェイススキャッタリング、いわゆるトランスルーセンシーの機能っていうのも今回のバージョン 1.1 で入ってたりします。あとはですね、テンポラルアンチエイリアシング、アンチエイリアスの設定がデフォルトでオンになってるんですけども、その部分でボケがうまい具合にいくようにさらに改良が加えられてたりします。あとはシェーディングエンバイロメントの中でこの
スカイドームっていうのを設定できるようになってるんですけども、以前のバージョンだと設定変えたりするのがちょっと面倒だったんですけど、ユニットとして管理できるようになって切り替えが簡単になってたりします。で今 86%、 向こうの処理が終わるとあとはあのフィルターゲインの出来上がったイメージのフィルター処理だけになるんで、これが99までいって終わると焼き込みが終わります。で今この中見ていただいても分かると思うんですけど、ボケが入っていてリフレクションもかなり綺麗に効いていて、あのゲームエンジンではあるんですけどプリレンダーしたものとそれほど謙遜ない結果にまで皆さんのやり方次第で追い込めるというのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。で今焼き込みをしているので焼き込んだ後もその結果が変わるのがお分かりいただけると思います。で最後もう向こうは処理終わったみたいなんで、そうですね、ポストフィルタリングテクチャーってなってるんで、フィルターゲインの処理の方を行っている形になるんで、あとはこのローカルのマシンがどれだけ頑張ってくれるかにかかってるんですけど、やっぱり4分ぐらいかかりますね、この程度の大きさのシーンだと。でサンプルの値も結構大きくはしてあるので、もうちょっと早軽い設定で行えば早めに終わります。で焼き込んだライトマップなんですけども、今開いているレベルの名前のライトマップのフォルダーの中にこんな形で入ります。もう90まで来ました。あと少しです。バッと変わったのがお分かりいただけたと思います。こんな形で、最終的にライトを追加したりした後の結果というのを焼き込んだりできます。じゃあディフューズのアンビエントの部分で見るとこんな形で陰影が焼き込まれているのがお分かりいただけると思います。はい。でだいたいスティングレイの機能紹介として予定していた部分が、これで終わりになるんですが、ちょっとスライドに戻ります。で先ほどお話したいくつかの 1.1 の新機能なんですけども、いろいろとあります。で V-Ray のマテリアルに関しては MAX の対応になります。こちらマヤの方は、今はまだしてないと思います。で、Android のデバイスも追加したり iOS にないんだけですね、今現在対応するので、バイナリサイズが 38.3、 前のバージョンではあったんですけど 1.1 で10メガ以上減って小さくなってます。あとはいろいろとこんな形で設定があるんですが、それぞれドキュメントの方に書いてあるものがありますので皆さんの方で参照してみてください。で、ここに紹介した以外にも細かい修正だったり改善というのがいろいろとたくさんあります。で、皆さん見ていただいた通り非常にまだバージョン 1.1 ということで出たばっかりの生まれたばかりの赤ちゃんのゲームエンジンなんですけども、もともとビットスクイットというゲームエンジンがあってそこから作られているので非常に強力な機能で、オートデスクの DCC ツールとの連携、オートデスクとのオートデスクが提唱する、ワークフローの部分で非常に便利な部分、開発だけじゃなくてデプロイの部分に関しても提供しているというのがお分かりいただけたと思います。で、今ご紹介したさまざまな内容なんですけども、例えば長谷川が行ったアニメーション関係のものですとかも、日本語のチュートリアルを提供させていただいてます。エリアジャパンというサイトがありまして、そこで、ムービーの中からスティングレイのクイックスタートシリーズということで、今21個ほど、用意させていただいてます。あの可愛い女性の声でナレーションが入ってますので、ぜひ皆さん試してみてください。で、
データの方もですね、アセット販売ということでクリエイティブマーケットという部分のサイトで提供させていただいてます。皆さんの方でアップロードして販売することも可能です。で、バージョン 1.1 のシステム要件なんですけども、ちょっとつい最近問題があったんですけど、 Windows 7の SP1 以降が必要です。 Windows 7 だとダメです。 SP1 以降で .NET 関係のが入ると思いますので、 SP1 以降か Windows 8.1 で 64bit 版というのをお使いいただく形になります。それ以外は DCC ツールのシステム要件と大体同じかなと思いますので、で、1.0 でのデプロイメントのプラットフォームは Android Tegra K1 のチップセットだけだったんですね。ね、なんで Tegra K1 なんだよって思われた方がいると思うんですけど、ちゃんと準備してました。バージョン 1.1 で、Adreno 330、いわゆるスナップドラゴンの800と801、あとはスナップドラゴンの805、スナップドラゴンの810のチップセットに対応した形で、これで100個以上の、まあ、メジャーなデバイスの方にスティングレイの方でも Android から出せるようになってます。で、値段の方は皆さんの方にお手持ちの広告に書かれている通りです。ただ、ソースコードの販売に関しては直販になりますので、皆さんの方で、弊社の方にお問い合わせいただく必要がございます。で、価格1ヶ月のはあったんですけども、3ヶ月1年複数年それぞれこんな形でもなってますし、ただ MyLT とバンドルだと安いんですよね。1年間3万7000円なのに LT だったら3万3000円で、スティングレイがついてきます。スティングレイをインストールしたいし、マヤも使いたいなっていう方はこちらをご契約いただくといいんじゃないかなと思います。で、よく聞かれる質問として、他のエンジンさんだとフリーのバージョンあるけどオートデスクはフリーの出さないのっていうのはあるんですけど、無償の商用利用の提供っていうのは、予定はありません。オートデスクとしては30日の体系版を使っていただいて、あとはこの月ごとのデスクトップサブスクリプションと呼ばれている価格の安いものがあるので、必要な月だけ購入していただいてお使いいただくという形です。ただですね、オートデスクの製品、教育機関、学生向けの商品というのは無償で提供させていただいてますので、こちらをお使いいただけます。ただロイヤリティも一切ありませんし、後ろの方でご覧いただける iOS のデプロイメントだったり、 Android のデプロイメントだったり、 PS4、Xbox One へのデプロイメントに対して費用が発生するということはありません。それぞれの開発契約ようなものを結んでいただければ、スティングレイはそのままでお使いいただけるようになっています。で、プラグインなんですけど、やっぱりゲームに作るにはカスタマイズが必要だよっていう形になるんですけれども、C++ のプラグインとなると、やっぱり今現状のバージョン 1.1 でも提供されてません。ただ将来的に提供は予定にはなってます。じゃあどうしたらいいのかっていうと、Lua があるので、 Lua の関数で C の関数をバインディングして使えるようになってたりします。あとは LuaJIT、 スティングレイの中では使ってるんですけれども、 LuaJIT でコンパイルして、コンパイルされたコードをゲームの実行コードの中で使ってるんですけれども、それの中にある FFI という機能があるんですね。で、それを使っていただくと C の DLL の関数を呼び出せることができます。それを行うと Lua のバインディングをしなくても、既存の例えば Windows のメッセージボックスですとかネットワーク関係のっていうのも使えたりします。で、詳しくはこちらのエクステンションの FFI のところでご覧いただけるようになっています。はい、以上でですね、スティングレイのデモンストレーション終了でよろしいですか。はい、ありがとうございました。はい、今後もですね、スティングレイおよび他ですね、 DCC ツールに関しましてもどんどん情報発信を進めていきますので、今後でもですね、よろしくお願い申し上げます。今日本日はご来場いただきまして本当にありがとうございました。またお会いいたしましょう。それではさようなら。